PR するために結成されました浪江町出身のアーティストさんです。地元アピールする、ステージを見せてくれます。最後のラスト曲では会場の皆さんと出演の皆さんと会場一体となって、はい、しますので皆さんも一緒に歌って踊ってください。イエーイ、お願いします。ガンガンイエーイ入れたけどね、はい、じゃあもう今日は結構早めに会場にしてもらってね、はい、ね、はい、はい、じゃあお二人お呼びしたいと思います。はい、はいはい、大きな拍手でお迎えください。さとこ&さとみさんで、イエーイ、浪江町から来ましたさとこ&さとみと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず1曲目なんですけれども、悲しい時も辛い時もこの歌を聴くと自分のことを信じて頑張ろうと思える私たちの大好きな曲 Tomorrow をお届けしたいと思います。はい、あ、受けどもね、受けど後で一緒に踊ろうね。あ、来てくれた、ありがとう。浪江町のイメージアップキャラクター受けどんです。はい、受けどんと一緒にやっていきますのでよろしくお願いします。お願いします。それでは1曲目 Tomorrow お聴きください。涙の数だけ強くなろうよ、アスファルトに咲く花のよう、
んにちは。福島県の浪江町から来ました、佐藤さとみです。私たちは歌を通して浪江町の PR の活動をしています。今日は限られた時間ではありますが、皆さん一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。それではなんですが、さっきから後ろの方で構えてくれてるウケドン紹介します。真ん中に行こうか。はい、私たち福島県浪江町から来たんですけれども、浪江町のイメージアップキャラクターのウケドンと言います。皆さん見てください、かわいいよね。あ、手振ってくれてる、ありがとう。見てください。あ、じゃあもうちょっとウケドン前に行ける。頑張れ。はい、ご覧ください。こちら鮭の帽子にウケドンくるっと回ってみましょう。これイクラ、わかります、イクラです。イクラいっぱい髪の毛そうなんです。鮭の帽子にイクラの髪、はい、そして大堀相馬焼きっていう焼き物に入ったお米の妖精さんです。ウケドン、ありがとう、前向いてね。ありがとう、ありがとう。じゃあ今日はウケドンと一緒にステージやっていきたいと思うんですけど、はい、見てください、この顔すっごい可愛くて癒されますよね。なんか幸せいっぱいになるんですけれども、はいはい、ウケドンの顔見てると幸せになるから、ちょっとお裾分けしたいなということで、そうですね、ウケドンの大親友、岡山県赤岩市の赤岩桃ちゃんとウケドンのコラボソングが去年できたんですね。はい、その名も幸せお裾分け。お、かわいい。あ、ありがとうございます。じゃあそちらの曲を皆さんにお届けしたいと思います。はい、はい、それでは聴いてください、幸せお裾分け。皆さん一緒に手拍子お願いします。松林を潮風が香るわ、ソースの香り、どんな困難も諦めずチャレンジ、どんどん受けて立つから、見ての通り器は大きい方、ご出身のリスナーさんで、はい、そうなんですね、いつ頃結成されたんですか？そうですね、3年前から、はいはい、活動をしていているということですね、はい、あとどのような活動をされているか教えてください。はい、そうですね、あの冒頭にもお伝えしたように歌を歌いながら浪江町のいいところ、おいしいところをたくさん PR しています、はい、ありがとうございます。はい、もう
でしょうか。さとみさん説明いいですか。はい、はい、皆さんご覧ください。じゃーん、見えますか。こちら浪江町の伝統的工芸品である大堀相馬焼というものになります。馬の絵が描かれ、ありがとうございます。はい、300年続く焼き物なんですけれども、馬の絵が描かれてたりひび割れが入ってたり、ちょっとシックでおしゃれな陶器になっていて、実は受け丼の丼ぶりも大堀相馬焼きなんです。お、大堀相馬焼き。そうなんです、パンツじゃないよこれ、大堀相馬焼きだよ。パンツじゃないです。そうなんです。はい、そして次は、はい、じゃん、はい、これわかります。これは食べた人いますでしょ。あ、何名かいらっしゃいますね。食べたよ。こちら浪江町の名産品である浪江焼きそばです。イエーイ。なんとあちらの方にブースあります。一つ目に、あと濃いめのソース、とても美味しいです。はい、そして次が、はい、次がまだありますね、はい、こちら、じゃーん、まあまあね、かぼちゃまんじゅう。はい、かぼちゃまんじゅう、イエーイ。あんこも黄色で生地も黄色、幸せいっぱいのかぼちゃまんじゅうです。イエーイ。こちら、はい、浪江町の山あいにある津島地区の特産品でして、そちら、こちらも、あの、ラメ焼きそばの隣のブースで購入することができます。はい、今日ご出店されてますね。そう、そうです、すごく美味しいので幸せになっちゃうので。あ、さっき食べました。あ、本当ですか。よかった、美味しかった。ぜひぜひ、今日と明日も販売されてます。はい、はい、食べてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、この後も、はい、はい、ステージがあります。はい、はい、そうですね、ステージあります。で、あの、浪江町なんですけれども、震災から、あ、震災と原発事故によって全町域が避難指示発令されてしまったんですけれども、数年前から人が住めるようになって、人が住んでる地域では学校も再開して農業、漁業も復活しております。水素という新しいエネルギーを使った新しい町づくりも進められています。はい、はい、あの、去年なんですけれども、浪江町のさっき紹介したかぼちゃまんじゅうのある津島地区にも人が住めるようになりました。そちらの方で去年お祭りをやって、12年間津島小学校に眠っていたピアノが復活したんですね。で、そのお披露目式に、なんと織姫隊の皆さんも来てくださったんです。そうなんですよね、本当にありがとうございました。嬉しかった。本当に織姫隊も、あの、福島県浪江町に、あの、来させていただいて、すごく自然豊かな場所だなって、素敵な場所だなって思いました。ありがとうございます。なんとその時にピアノ伴奏と一緒にあれを歌ったんですよね。うん、だいぶ険しい、ね、花は咲く、歌わせていただきました。お前そうなんです。今回またそのコラボが実現するということで、はい、今日はまたその花は咲くを一緒に歌っていただけるということで、本当にありがとうございます。ありがとうございます。歌えるのみたいな感じだよね。お届けしたいと思います。はい、浪江焼きそばは、はい、ですね、そうです、左手後方の方の出店ブースがあります。はい、上、はい、りかかってます。はい、上りかかってます。とかぼちゃまんじゅうは、浜野明彦さん、あと、はい、石井農園さん、はい、ブースで販売されているので、皆さんぜひ、食べてください。はい、ぜひ美味しいので食べてください。食べてください。はい、それでは参りましょうか。はい、はい、よろしいですか、ね、はい、桜を持って、素敵ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは一緒にお届けします。花を咲く。
いの地でもオリーブ隊の皆さんと一緒に歌えて本当にありがとうございます。嬉しかったです。ありがとうございます。さて次で最後の曲となるんですが、はい、最後は浪江町のオリジナルソング幾度波波を今日は特別に、わーありがとう、みんな来てくれた、たくさんの出演者の方と一緒に届けたいと思います。それでは岩手宮城福島の皆さんお集まりください。ありがとうございます。だからそしてですね、今日はこの出演者の皆さんとお届けするんですが、ぜひ会場の皆さんにも一緒に振り付けをやっていただきたいと思います。とても簡単なので一緒に見てやっていただいてもいいですか。みんなも一緒にやってもらっていいかな。そしたらまず手を両手を前に出してください。皆さんやってください。両手を前に、人差し指を立てて前に出します。はい、これは人と人を表しています。この人と人が真ん中で出会って、そしたらハートマークになります。はい、ハートになります。見ましたか。ハート、ハート、あ、ありがとうございます。はい、それがハート。あ、そうです。あ、そうそう、そしたらそのハートが上に上がっていきます。はい、そしたらここからキラ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 、はい、もう一回いいですか。両手を前に出して重なって、そうです、ハートになって上に上がっていきます。はい、そしたらキラ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 、歌詞に当てはめると、せーの、あいべやいべつしまに、もう一回いきます、あいべやいべつしまに、お、いいですね。皆さんありがとうございます。上手。はい、このサビになったらこの振り付けが出てくるので、この時さとみさんがここですっていうのを言うので、ぜひ皆さん一緒にやっていただけたら嬉しいです。サビはここだよって言うんで、みんなやってくださいね。アイベーやいべーなんとかっていうので、はい、このアイベーやいべーも福島弁で行こうよっていう意味になっています。そしてこの曲には浪江町が大好きっていう曲が、思いがたくさん詰まっている曲なので、皆さんも元気いっぱいやっていただけたら嬉しいです。はい、そして今日一緒に踊ってくださる皆さんもちょっとご紹介させていただけたら嬉しいです。はい、はい、そうですね、まずは織姫隊の皆さんです。はい、よろしくお願いします。拍手をお願いします。ありがとうございます。そして宮城県気仙沼市から来てくださいました、アイドル SCK アイドル、あ、SCK ガールズの皆さんです。はい、よろしくお願いします。そして私たちと同じ福島県から来てくださっているいわき市のアイクルガーズさん、よろしくお願いします。ありがとうございます。そしてまたまた福島県南相馬市から来てくださっている南相馬友達プロジェクトの皆さん、はい、ありがとうございます。そしてゆるキャラの皆さんもいっぱいいますね。はい、はい、はい、どこは、じゃあどうしよう。はい、イートくん、東松島、宮城県東松島市から、イートくん、イーナちゃん、そして宮城県気仙沼から、ほやぼうやそして真ん中にいるのが、福島県浪江町から、うけどー、宮城県仙台市から、むすびまるくん、そして福島県南相馬市から、のもたん、宮城県石巻市小勝町から、すずりのけんちゃん。はい、ありがとうございます。はい、今日はこの皆さんと一緒に、そして会場の皆さんも一緒に行きましょう。それでは最後、幾度波波をお聞きください。行きましょうか。はい、せーの、幾度波波。皆さん手拍子で盛り上げてください。今日はありがとうございます。浪江町の PR ソングである幾度波波へ、みんなで盛り上げていきましょう。始めよう、たった一つのときめく街並みへ生まれ変わる。広い海の向こう側から昇る朝日のグラデーション、
皆さん一緒に踊ってくださって本当にありがとうございます。そして出演者の皆様にもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様、浪江町の魅力伝わりましたでしょうか。どうでしょうか。ありがとうございます。私たちは浪江町が大好きで、浪江町のことを皆さんにお届けしたいと思っております。浪江町はここから車で高速乗って1時間半くらい、電車でも 1,2 時間で到着する、意外と近い場所なので、ぜひ遊びに来てくださいね。お待ちしております、はい、お待ちしております。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さとこ&さとみさんでした。ありがとうございました。華やかでしたね。いや、明日もね、11時5分頃から、はい、ステージでございます。よろしくお願いします。あと8時で金曜ライブ、はい。